はい、今回はいつも撮影してる社長室のこの壁に飾ってる基板たちの秘密を今回紹介していきたいと思います。実はですね、これ適当に基板飾ってるんじゃなくて秘密があります。はい、まずこちら、これは PC98 というパソコンのマザーボードになります。ここのソケット1と書いているところ、ここに CPU のセラミックがぶっ刺さってるわけなんですけれども、このソケット1っていう数字に注目してください。このソケット1っていうのがソケット1からソケット8まで存在するんですね。で、このソケット1からソケット8っていうのが実は非常に珍しくてですね、これを全てコンプリートしようと、もう僕が起業した時からもう一生懸命集めてるんですけれども、実はまだ集まってないんですね。それではソケット1から順番に見ていきたいと思います。はい、こちらがソケット2です。はい、ソケット1が一番古いので、ソケット2はこの次に出たマザーボードになります。ソケット2は非常に珍しいので、ソケット1も非常に珍しいんですけど、これらはなかなか出ることがないです。はい、非常に珍しいマザーボードになります。そしてこちらがソケット3です。はい、ソケット3と書いております。ソケット3は比較的多くあります。珍しいのは珍しいんですけれども、はい、ソケット3っていうのはまあ稀に出るかなっていうぐらいです。まあ、レア度としてはまあ普通ぐらいかなっていう感じですね。はい、続いてソケット5です。はい、こちらソケット5、ソケット5は多いです。結構多い、多分皆さんソケット5は結構古いパソコン解体したら目にすることが多いと思います。はい、まあ、品位としては非常に高品位のマザーボードですので、都市鉱山の価値は高いです。はい、続いてソケット6なんですけれども、これがですね、むちゃくちゃ激レアです。これソケット6、これはですね本当にレアです。もうマジで伝説級に、もう幻級にレアです。これはもう今までこの1回しか出たことないです。もう何台もパソコンばらしてきてますけど、もう本当に出たことがない、本当にもう超激レアです。これは本当ソケット6がもう出てきたら、もう皆さん本当にマジでこれ超珍しいんで、はい、もう喜んでください。ソケット6、これはもう超幻、もう本当に存在しないと思ってたぐらいなんで、これは本当に激レアです。はい、こちらがソケット7、ソケット7なんですけど、はい、ソケット7はですね多分一番多いです。ソケット7はもうこれ CPU のセラミックが刺さってますけど、 CPU のブラックも刺さってるソケットで、比較的最近、まあ、最近って言っても25年ぐらい前の MMX とかもこのタイプのソケット7使ってたりするので、これは多分ソケット5よりも多い、一番見る機会が多い古いマザーボードかなと思います。そしてこちらが最後のソケット8になります。ソケット8はこのペンティアムプロというでっかい CPU セラミックの CPU がぶっ刺さってるソケットになります。このソケット8はですね、実はかなりレアなんですけれども、一番都市鉱山としての価値は高いかもしれません。このペンティアムプロっていう CPU、 これもう本当に金の宝庫なので、もうこれはですね、まあ出たら本当にもうテンション上がるやつですね。まあ、比較的多いのは多いんですけど、まあ非常に、まあ、レア度の高いものかなと思います。最近はソケット8はもう本当に見なくなりましたね。はい、このペンティアムプロ非常にかっこいいですよね。これもう結構いろんなところで飾ってたりするんですけど、はい、まあ、これが出るともうテンション爆上がりです。はい、こちら番外編なんですけど、 CPU のブラックがぶっ刺さってるソケットで PGA370 というソケットですね。これは Windows の98前後のソケットになります。
で PGA370 とか AMD だったらソケット462とか、まあそれぐらいの時期なんですけど、まあ、CPU のセラミックのゲーが刺さってたり CPU のブラックが刺さってるソケットなんですけど、まあ、これはまあ比較的本当に多いかなって思います。まあ、基盤としてはこの黒 BGA が ですね出てきた時代のマザーボードになりまして、まあ、これもね非常に金が多く入ってますのでなかなかいい基盤です。はい、これいい基盤ですので、まあ、このように飾らせていただいております。はい、もう気づきになられたと思うんですがソケット4がないんですね。この壁に唯一ソケット4というものが存在しません。存在しないということは未だかつてソケット4が出てきたことがないんです。これはですねもう多分もうソケット6以上に伝説級だと思います。ソケット4、これは本当にソケット4が出たらもう本当にもう3万ぐらいでもう僕買いたいと思います。もうどうにかねこのソケットシリーズもうコンプリートさせたいんですよ。けどもう僕も起業してもう7年目になりますけど未だにソケット4は出ないんですよね。本当にソケット4が出てきたらもうマジで教えてほしいです。ソケット4本当に見てみたいんで、いやもうな本当に出ないんですよねソケット4。これはねもう皆さんねもうソケット6の時点でもうこれ伝説級に珍しいんですけど、ソケット4は本当にもうさらに上を行く激レアです。もし皆さんソケット4が出たらですねもうぜひご連絡ください。どうにかこれをコンプリートさせたい。そしてコンプリートさせたこの基板の壁、これでね、YouTube 今後も撮っていきたいなと思っておりますので、ぜひもし見つけたらご連絡いただけたらと思います。ちなみに一番上に飾ってるマザーボードなんですけど、これも PC98 のマザーボードなんですが、これソケットじゃなくてですね基板に CPU が貼り付いてるんですよね。これはこれで非常に珍しいので飾らせてもらってます。ソケット0ですね、ソケット0、ソケットがないタイプで CPU がこのように CPU セラミックがぶっ刺さってるということで、まあ、これはこれで非常に珍しいマザーボードですのでこのように飾らせていただいております。これは登録者1万人行った時にですね基板で作った基板の盾でございます。はい、これね基板の盾も非常に綺麗なんですが、ソケット4ねもうどうにか皆さんもしあれば本当にご連絡いただきたいなと思います。もうソケット4絶滅してしまったのではないかと僕思ってるんですけど、本当にねソケット4もう生きてる間に出会いたいですね。もうこれねネットとかでも調べても出てこないんですよねソケット4が。これはね本当に皆さんどうかね、このどうかあそこの空いたスペースにソケット4を飾らせてください。もうねこれをコンプリートしたいんです僕はどうしても。はい、これをコンプリートするともしかしたら基盤シェンロンが出てきて願いを叶えてくれるかもしれません。こう全てコンプリートすると、はい、まあね、こういう風にねいろいろ皆さんこういうソケットの番号こういうのがあるということでね、まあ、こういうのでちょっと基盤を後ろにね飾らせていただいているということなんですけれども、はい、またもし何か情報等あればですねソケット4の情報ぜひいただけたらと思います。こちらは戸部焼で作ってもらった時計なんですけれども、はい、これも非常に綺麗ですね。これも吉屋工房さんの吉屋ブルーで、ね、もうこれ戸部焼ですよ皆さん。これいや本当にね素晴らしいなと思います。はい、ね、まあ、もうソケット1と2の時点で相当珍しいんですけどね。はい、では皆さんもしあればご連絡いただけたらと思います。社長室に飾ってる基板の秘密でした。